よう。よう。お疲れ。お疲れ様です。わざわざイベント見に来てくれてありがとう。ステッカーも買いました。あ、いいですね。コットン君。2500円払ってありがとう。え、前回の動画さ、はい、1ヶ月、2ヶ月ぐらい経つ？もうそれ2ヶ月経ちますね。どう？反響あり？ほんま伸びすぎやで。いや、そうやんな。あんな伸びると思わんかったな、さすがに。今、30万ぐらい。28。え、反響あった？ちょっと、アンチコメントやっぱり怖い。ああ、来てた。でも俺らもなんかあんま良くないやつとか来たら結構消したりとかしてるけどな。そうですね。僕ずっと結構ずっと確認してたんで。あ、消えたみたいな。あ、俺らが消したやつとかも気づいてるんや。そうですね。どうなんか文句言われたりとかした先生とかに。いや、先生はなんか、お前すごいなみたいに言われました。ああ、普通に勉強できるのがすごいなっていう。あの体育の愛先生とかに居酒屋でお前すごいな。あの先生とか優しいもんな。どうなん、モテモテなってないの？一回三宮に声かけられて。ああ、すごい。でも、今日ホチも言ってた。ホチも動画一本でそう声かけられた。いいですね。それどんな感じだった？三宮で声かけられた時、なんか地雷系の服着た。あんまやめや言うの。地雷系の服着た人の女の子が声かけてきて、いつも動画見てます、今度ライブも見に行きますみたいな。ああ、すげえ。じゃあ今日来てたんかもな、もしかしたら。へえ、いいですね。どうなん、それ以来。それ以来調子は。バンドやってんの？そうですね、バンドのライブも結構この前来てくれて。あ、ツイッター発信というか、YouTube、ツイッターきっかけで、あ、いいやん。バンドのライブ。いいやん、ナットウィンプスみたいなって、高校生でバズって。ナットウィンプス CD も売ってましたからね、高校生で。いっぱい売ってたらしいな、CD。そうなったらええな。あとは、学校では、ちょっと、お前なんやねんみたいな雰囲気あって。ああ、そうなんや。なんで、ちょっとやってんな、みたいな。いや、別になんか。人気取りに行ったな、みたいな。うん。なんか。面白いこと言うとかじゃなくて、なんかお気に入った動画みたいなったらみたいな。まあまあまあ、そうね。勉強できるだけじゃできる。まあでも、それでも他の流すより絶対できるからな。まあそうですね。あれは特技みたいなとこあるんで。そうだな。別にルービックキューブ早く回せるみたいなって。いや、でも嬉しかったな。てか、梅干しみかん今日一緒に来てたやん。そうです。どうやった？うるさい、うるさい。ああ、迷惑客やった。時々なんか指さして笑ってたもん、梅干しが。あ、そうなんや。普通にめっちゃマナー悪いんや、じゃあ。ただただでもあれやな、普通にもうヤバい子っていうだけやな、もうそれは。可愛いですね。好きやわ。うん、そうか。じゃあまた出てくれるってこと？あ、そうですね、ぜひ。じゃあそうね、また次回までにそれこそ自分のなバンドとか YouTube とかもっと進んでたらさ、また問題解いたら宣伝になるからさ。そうですね、問題解いて宣伝しよう。河野玄斗もそれやから。だって問題解いて自分の会社で大儲け、このシステムでいこう。はい、じゃあ楽しみにしてるわ。ありがとう。バイバーイ。